今でも目を閉じればまざまざと思い描くことができます。昭和10年に建ったばかりの赤い瓦屋根のお家は本当にかわいい小さいお家でした。私はあの小さいお家が大好きでした。おしっこしたの？うんこした。お手手は脱ぎましたか？今日会社で話題になったんだけどな、次のオリンピックは東京でほとんど決まりだよ。あら素敵。対立候補はヘルシンキだが、東京はあんなのとは比較にならないぐらいの大都会だから絶対に有利だ。へえ。アジアで初めてのオリンピック開催地となれば競技場は建設される、道路は整備される、もう世界中の人が日本にやってきて金を落とす、僕の会社のおもちゃはどんどん売れる、当分日本経済は安泰だな。まあいいことずくめね。今どんどん人を採用してるんだよ。へえ。何しろアメリカではこのキューピーがすごい売れ行きだからな。これからは世界を相手にしなければいけないんだよ、おもちゃの製造も。結局戦争で東京のオリンピックは中止になりましたが、私はあの頃のウキウキした奥様たちとの日々を思い出すと楽しくなるのです。